ブルッキングズはアメリカ合衆国サウスダコタ州の東部、ブルッキングズ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2000年国勢調査による人口は18,504人。2010年では22,056人と19.2%増加した。州内で4番目に人口の多い都市である。市内には、州内最大の高等教育機関。 サウスダコタ州立大学がある。ブルッキングズの町の名前は、ウェスタンタウン会社に参加し、ミネソタ州とサウスダコタ州の宗教から、今日のブルッキングズ軍を抜け、ミズーリーカー西までの道路建設を監督したウィルモット、ウッドブルッキングズにちなむものである。この地域では初めて建設されたそこそこの開拓地で、あるメガリーが1857年に組織化された。その場所は、 タコタ巡州に含まれない初めの3カ所に入っていた。ブルッキングズ氏はメダリー会宅地の4マイル北に設立された。これは既存のメダリー、オークウッド及びファウンテンのタウンシップを鉄道が通らず、その妥協の産物としてその間を抜ける経路を選んで建設されたためだった。1938年10月31日、銀行強盗ベニーとステラ・ディクソンが ブルッキングズ第一国定銀行を襲い47,233ドルを奪った。この銀行の後は現在ラムレストランとお部屋ズバーになっている。ブルッキングズは北44度18分23秒整形96度47分17秒、北44.30639度整形96.78806度、 4 4 3 0 6 3 9 9 6 7 8 8零6に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は12.0平方マイル。この内陸地は11.9平方マイル。水域は0.1。ブルッキングズは湿潤大陸性気候にあり、夏は冬よりも湿度が高く、一番暑い月でも平均気温は下肢72度以下である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブルッキングズ市の主な雇用主は以下の通りである。ブルッキングズ市の失業率は3.1%であり、10年間での雇用機会成長率20.6%を目指している。ブルッキングズ市内では南北に、週間高速道路29号線と東西に、アメリカ国道14号線が走っている。 ブルッキングズ地域空港には商業便が運行していない。空路を使う場合、近くのウォータータウン、ヒューロンおよびスーホールズの空港を利用できる。ブルッキングズ市は次のような施設を所有し、サービスを行っている。さらに、ブルッキングズ市は、スプリントネクステルの子会社として営業する電話会社、スーイフテルを所有し、アイオワ州とネブラスカ州との宗教から、 北のウォータータウンまで走る、週刊高速道路29号線回廊の大半で、携帯電話事業を行っている。市内には礼拝所33箇所、球技場19箇所、水泳プール2箇所、映画館5箇所がある。日刊市は、ザブルッキングズレジスターがあり、ラジオ局は、民営が5局、公営が1局ある。退役平記念碑、SD タウンズ。サウス。 ダコタ・ステート・ヒストリカル・ソサイティ、2010年2月11日、閲覧。ファインド、A ・カウンティ、ナショナル・アソシエーション・オブ・カウンティズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.naco.org スラッシュカウンティズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧。Doing Business in South Dakota。 ガバナー、S Office of Economic Development 2008年9月8日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年11月26日閲覧。ABUS g a z a t i A-Files 2010, 2000&1990 United States Census Bureau。 h t t p w w w c e n s u s g o v g w g a z e t t e r l g a z e t h t m l 2 0 1 1年4月23日閲覧。averageweather for b ブルキ i n g sd2010 s 年6月27日閲覧。historicalweather for b ブル i n g s sd 2010年6月27日閲覧。ありがとうございます。